コイルスプリングを採用したサドルスポーツ自転車用のサドルスポーツ自転車用のサドルコンフォート用自転車のサドル衝撃を吸収するダンパーが設置されているサドルとは自転車を構成する部品の一つで人の尻を乗せる椅子に似た機能を持つシートとも呼ばれる古くは金属フレームに革を張ったものが主流であったが近年では合成樹脂製のものが多くを占める警戒車では 状態が起きた直立に近い姿勢で乗車し、体重の大部分がサドルにかかる。このため警戒車のサドルは一般的に座面が大きく、クッションが厚めで、サドル下のレールにコイルスプリング等を組み込んだ快適性の高いものになっている。ロードバイクなどのスポーツサイクルでは、警戒車用のものよりも細身で、足が動かしやすいサドルを使用する。 ペダリングの力をロスしてしまうためスプリングは使用されない。また、レース用のサドルにおいては、足の動きを妨げない形状に加えて、サドル自体の軽量さが重要であり、比較的固めのものが使用される。ロードレーサー用に炭素繊維強化プラスチックの板1枚で形成された重量 100g を切る超軽量サドルも存在する。この場合、 乗車する人の体重制限さえ設けている製品もある。マウンテンバイクや BMX では競技中の転倒が頻繁に起こるので、表面を摩擦に強いケブラー繊維で覆ったり、樹脂のガードがついている製品もある。単にバランスを取るために、サドルの場合はほとんど着座をしない場合があるので、快適性を求めないものもある。バイクトライアルでは全く着座することがないので、 サドルがない構造の自転車を使う。シートポストを用いてシートピラーと呼ばれる部品に取り付けられる。シートピラーをフレームのシートチューブに挿入し、フレームに備えてあるシートピンを締め付けることでフレームに固定する。ありがとうございます。